こんばんは、マーティン。ダーマ役は現在、新庄市にある東北農林専門職大学、ついに開学しました。本当に、おめでとうございます。J グループ山形も応援しております。はい。やはり、広め広めとした学校ですが、専門職大学、これね、職業のプロフェッショナル、農業のプロフェッショナルですね。職業重視、学術重視、まあ、専門職大学、短期大学と全然違いますね。はい。専門職大学、まあ、教養、専門、そして学術、職業、両方。あとは、まあ、関連分野の授業。大学、短期大学と全然違いますね。校舎も綺麗、色鮮やか。ICT の使ったもの。SDGs と農業と森林業。いろんなカリキュラム。あとは、農業系学科、森林業系学科、はい。あとは、農産層活性化論演習もいろいろあり。ワークシップなどいろいろ学ぶんです。いろんな紙キュラムによって学びます。1年生は農業と森林業 の基本。2年は専攻分野、農業と森林業、いろいろ分かれて、はい。3年は経営管理。4年は卒業研修。やはり、専門職大学はなかなか大変なもんですね。2つの学科があって、農業経営学科と森林業経営学科の2つでございますね、はい。新庄市勝野沢ですね、はい。現在40人くらいですね、はい。森林8人。農業経営が32人です。まあ、私でもなれると思います。はい。将来、はい。将来というか、農業は目指さないけどね。以上です。バイバイ。